帝の暗殺を企む人の情報をつかみました。名は趙と曹操とつながりがあるそうです。捕縛すれば曹操の罪を告白するかしら。やってみる価値はありそうね。お探しの人物に心当たりが。あちらで見かけたような気がします。残念、この先にはいないみたいね。他を探した方が良さそうだわ。そこを進んだあたりで見ましたよ。きっとお探しの人に違いありません。この付近に潜んでいると聞いたけど、さてどこにいるのかしら。まさか計画がバレたのか。捕まってたまるものか。待て、ハクから助けてくれ。曹操は以前から義弟をないがしろにし、事の真実を皆に知らしめられた。これも予想以上の大捕物のおかげかも。敵将討ち取ったわ。人も戦も思い通り。瞬かよ、そのもう少し手加減してやってはどうか。長春華殿、凄まじいですね。それが教育方針にも生かされていると。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。せい！は！やあ！消えるわよ。貴公を狙ってきたか。ここは誰にも渡さんぞ。せい！はい、せい！消えるわよ。言いかけよ！大関者を追い返してやる。やあ！はあ！はあ！せい！消えればいいわ。はあ！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 せい！せい！はい！せい！はあ！やあ！春夏よ、お前こそ真の三国武装。なんと恐ろ、いや頼もしいことだ。
将討ち取ったわ。はい、消えればいいわ。瞬かよ、そのもう少し手加減してやってはどうか。やられたか。このままでは俺たちの武器が。人も戦も思い通り。さすが母上です。本当に誰よりもお強い。伝令、半挙様が敗走しました。武器庫が芝居に制圧された模様です。何、すでに矢が足りぬというに。武器庫を奪われては補修もできぬわ。これ以上芝居の隙にはさせませぬ。私が出向き必ずや仕留めてみせましょう。ここで防御体勢を取るのだ。やっ、生意気。この門は曹操様がお通りになるもの、反逆者には渡さん。やっ、はい、どれ。やっ、まさか反乱か。急いで守りを固めるんだ。おとなしくしてね。消えればいいわ。これ以上は持たんか。曹操様、申し訳ありません。敵将討ち取ったわ。消えればいいわ。人も戦も思い通り。超瞬間でも凄まじいですね。それが教育方針にも生かされていると。母上、いやお強い。父上を尻に敷くだけのことはあります。球場に立ち入ることは許さぬ。引かねば切り捨ててくれようぞ。院大目殿が敗走しました。一部の門および詰め所が封鎖された模様です。回り込まねば泣くように入れぬではないか。どれ、余計な手間をかけさせよって。曹操様、ご安心を。すぐさま芝居らを討ち取ってまいります。この地の攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。
おとなしくしてね。はっ、いい子ね、可愛がってあげる。母上です。本当に誰よりもお強い。進軍を命じる。かの地を手中に収めるぞ。ここは引くしかない。芝一族め、覚えておれよ。生意気、敷くだけのことはありません。消えればいいわ。はい、やー、敵将討ち取ったわ。やっ、いつもながらお見事な武勇。朝の出番もありませんな。おれ、逆賊どもめ、貴様らなどに敗れようとは。球場はこのしばしが制圧した。無駄な抵抗はやめよう。人も戦も思い通り。さすが母上です。本当に誰よりもお強い。伝令、カーン様、テイヒツ様が敗走しました。ラピオ宮城が芝居の手に落ちた模様です。私の城が、おい、これ以上好き勝手させるな。曹操様のため洛陽を取り戻すのだ。さあ行くぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。おい、曹操様と長藤様の噂聞いたか。何でも帝を亡き者にしようとしてた。なんか雲行きが怪しくなってきたな。芝家に味方した方が良さそうだ。私のおらぬ間に、これは葬儀に対する反逆、許してはならぬ。進軍開始。お
押さえておきたい場所があるの。いい場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。行くぞ。目障りな敵の陣地を叩く。進軍を命じる。かの地を手中に収めるぞ。や、進軍開始。押さえておきたい場所があるの。おとなしくしてね。乗れ、芝一族め。我らに取って代わるつもりだったとは。消えればいいわ。我らが立った真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。進軍開始。押さえておきたい場所があるの。神でありながら私に弓を引くとは。葬儀の神だからこそよ。この葬儀は偉大なる曹操殿が礎を築き、聡明なる曹丕殿が盤石としてきた。私も三代、いや四代か、長きにわたり仕えその隆盛に力を尽くしてきた。それ貴様のような馬鹿が乱し食い潰すことは断じて許さん。死んで亡き曹操殿、曹丕殿にお会いし、己の愚かさを詫びてくるがいい。おのれ、この三奪者どもめ。三奪か、もはやそれ以外に手はないのやもの。趙春夏は芝居と共に国を乱した曹操を討った。以降芝一族は大きな権力を持つことになる。その後芝居は息子たちに工事を託して引退。妻である趙春夏の動向も注目された。そんなある日、趙春夏は大元気を密かに呼び出す。彼女の顔には怪しい微笑みが浮かんでいた。こんなところに呼び出してごめんなさいね。どうしてもあなたに伝えたい秘密があるの。どうぞ中に入って。はい。さあ召し上がれ。今教えた材料と作り方、忘れてはダメよ。よろしくて。これさえあれば、みんなあなたの思い通り。息子たちをよろしく頼むわね。
フフフ。